まあ、うちは看板も何も出してないから、うん、ああせいぜい直売所にね、白川のリサイアンとかさ、田舎すだちなんてね、棚ぐらいに、まあ、そういうところにはせいぜいそんなもん、うん、あとは伝え聞いたりお土産持ってくなんてんで、ここへ来る人にはお売りしてるんです。私は看板がないのが看板だから、そういうのあるでしょ、はい、もうで線量は低いんだよね今、0コンマ1か0コンマ0何本ぐらいのとこもありますけどね、ちょうど10年ぐらい前かしらね、つるりんこんとして商品化したのはね、江戸時代から続くね、こんにゃくお芋の産地なんですよ、はい、ね、人工集積地で業務用で開発してたんですよ。ですからどっちかっていうと、まあ、東京、まあ、大阪あたりまで行ってましたがね、今ほとんどないよ、まあ、困るね。でここのとこ来てポチポチかな、うん、まあ、居酒屋クラスが少し入ってきたぐらいで、一生懸命やってくれてるね、問屋1軒2軒ぐらいあるんですけどね、なかなかもうサンプル送ってくれなんて話ばっかで、送料かかるよ。こんにゃくはここのほら歴史的背景があるじゃないですか、はい、江戸時代からこんにゃくのお芋の産地ってね、で俺のところのこの家それを江戸時代からあるよっていうのはやってたよってことを立証する。ですからこの室はね、歴史的にも歴史的建築物としても、ね、それから農業史的にも非常に価値のあるものだよね。このうちはね、お寿司屋なんかも使ってたんだよ。うちのこんにゃくで握ってた。それで、例の地震の前日ぐらいにね、送った、発送したんですよ。で、ドンと来たらもうそれっきりだ。そういうとこやったらあるね。本当にね、農家のね、この辺の人たちはね、系統で出荷したね、農協さんとかなんとかでそういう系統で出荷してるとかね、お米なんかもそうでしょ、ちゃんとした業者がいて、そういうとこはね、まあ、ある程度の保証はいただいてるんでしょうけどね、自分でさ、直接市場取引してるとかね、そういう人たちはね、大変だよ、書類作るにしても何にしても、その証明がないとね。